おはようございました。もちつさんチャンネルです。東大生の半数は中高一貫校出身説は本当なのか。世帯年収300万から東大に進学したライターが調べた東大生の中学時代の教育費というですね。さあ、見ていきたいと思います。本当なんでしょうかね。東大生のリアルな情報を記した書籍、東大合格はいくらで買えるかの著者によると、東大生の多くは中高一貫出身者だが、その費用はいくらかかるのだろうか。というですね。はい。その数字を見ていきたいと思いますね。はい。国内屈指の進学校、開成高校の教育費を書籍から一部抜粋、再構成し、東大生の中高時代の教育費をレポートするというやつですね。はい。中学校では平均して約243万円がかけられているそうです。年間ってことかな、それ。このうち多かった教育投資先として、学校の学費と塾代が挙げられます。小学校の頃は私立に通う生徒の割合が 6% と非常に少なかったのですが、中学校になるとこれが大幅に増えて 45% にも達します。まあ、ただ、今は中学受験がすごいね、加熱してますからね、小学生でもだいぶ多いと思いますけどね。うん、ただ、私立中学校に通うだけで300万円支払う必要が出てくるので、私立中学と公立中学では大きな差がありそう。そりゃそうでしょうね。そこで今回取ったデータを公立中学校に通っていた人、私立中学に通っていた人に分けて平均を取ってみた。なるほど。すると、公立中学校に通っている人の3年間の学費平均額は125万円。3年間合わせてなんだ。私立中学校に通っている人の3年間の学費の平均額は347万円となったと。学校に通いながら1年間だけ塾に通っていたと仮定するとちょうど収まる金額になります。へえ、それぐらいかかるんですね。まあ、わかりません。これはやっぱりどうなんですか。子育てしてる方々からすると非常に痛い額ですか。私立中学に入るとどれほど学費を払う必要があるのか。例として開成中学の学費と納入金を見てみましょう。納入金は以下のようになっています。入学金が32万円。施設拡充資金。あ、これあるよね。12万円。授業料4万1000円。ほうほうほう。施設維持費6000円。実験実習料6000円。なるほど。父母と先生の会会費2800円。そんなのもあった。生徒会会費550円。はいはい。学級費、学年により変動。2022年第一学年は11万5千円。そういう風になってんだね。まあ、やっぱ公立とかだとね、こういうの払えなくて大変みたいなのってあったりするんですよ、実際のところね。公立とは限らない。私立でも払えません。給食費問題とかよく言われるじゃないですか。はい、ああいう未払いってね、学校で勤めてた身からするとね、私立でしたけど、本当にあるんだもん、未払い。これが未払い、これが未払い、これが、この家庭は未払いですみたいなのって、会議で出るんで。本当にあるんだ、ドラマの世界じゃないんだと思いましたけど。入学金と施設拡充資金については、入学手続きに納入するもので、授業料、施設維持費、実験実習料、父母と先生の会会費は月額、うん、あ、月額なんだ。また施設拡充資金は2年生以降毎年年額7万円払うことになっていますと。この場合、開成中学入学したと考えると、初年度は111万6200円プラス学級費の支払い。仮に学級費が11万5000円だったとすると、初年度に払うのは123万1200円となります。なるほどね。第2学年以降は86万1200円学級費が11万5000円とした場合ですね。3年間で295万3600円。さらに制服代、往復の定期代。まあそうね、制服ね。6から7万円程度が相場のようで、仮に6万5000円とすると301万8600円。東京都内に住んでいるとして、定期代が月額5000円とすると、プラス18万円で300万円は超えると。公立で育ってきたから、そんな風に私立ってなるんですね。開成中学の例ですが、他の私立中学校でも似たような結果になるでしょう。女子の御三家として有名な桜蔭中学の学費は年間で81万6100円。開成の結果はまだマシな方かもしれない。我々の推計では300万円と計算していますが、通う学校を休んでいる地域などによっては、私立中学の費用は400万円まで見えてくるでしょう。はぁ、400万か。そしたらまあ確かに高いかな。中学校時代の塾通いの比率と、塾に通ってきた人の割合は100人中42人を塾に通っているとした場合、ここでは1年だけ通っていると仮定して100万円だけプラスしてあります。もちろん1年次から通っている人もいるでしょう。いくつもの塾を掛け持ちしている人もいるかと思います。1年次から3年次まで通う場合はさらにプラスで200万円。塾を掛け持ちする場合にはその分だけ100万円かかってくる。なるほどね。複雑だな。
まあでもそうか、それで、で塾ってさやっぱ講習なんで、講習でドカンと上がるんで、月々のね払ってるのはそんなでもなくてもね、月謝はやっぱ夏季講習とか冬季講習でドカンと一気に増えるからさ、それがやっぱり親にとって痛いってよく言われますよね。海塾の中高一貫校向けグリーンコースだと入塾金22,000円、塾生サポート料2,750円があって、年額だと33,000円、授業料127,600円かける講座数。そうなんだ。そんなすんの？知らんか。あ、まあこれでも一括か。一コマ月々ってことじゃないね。学期ごとってことかな、多分。今、中学校1年生の子供を新しく会塾に入塾して、国、数、英、理、社、1コマずつ取ったら5コマ取るのは相当大変だよ。693,000円になります。これにプラスして、夏季講習、冬季講習、そう、これがね、1講座あたり14,300円、ね、5コマとかですよね。で、それが5教科1個ずつで取ると、14,300円かける5かける2期、143,000円。そのため、この場合の総額は836,000円。もしも苦手教科の復習や得意教科の予習など個別を取った場合、あ、個別もあるもんね、2倍以上通常講座よりかかるから100万円、どの塾にせよある程度しっかりした塾に入りたいと考えているならば年額で100万円程度は見た方がいいでしょう。夏季講習冬季講習は任意で取らなければ節約になりますが、事実上そう取らなければならない、必修とか必須とかってきてるところあるもんね、自分によってはね、はい、講習必須ですとかってやってるところで、ね、そうでなくとも夏季講習などでは特別なプログラムを用意して受講生とそれ以外に差をつけようとする傾向があるので、事実上これらの講習は受講が必須でって書いてある、うん、家庭教師の比率も少なくないと。家庭教師の比率は少ないんだ、100人中3人のみだった。へえ。基本的に現代の家庭教師は学校の授業などの遅れを取り戻すためのもの、東大生になるとよほど頭が良い人たちにとっては必要ないのかもしれない。通信教育の比率は少なく出ましたが、88人中77人が使っていないとした。通信教育の中で多かったのは Z か、あ、 Z 会とか真剣ゼミとかか。東大京大をはじめとする名門大学へ毎年1000人単位の卒業生を送り込む Z 会、中学受験高校受験もサポート。その難易度折り紙付きですが、一方で確かな実績に裏打ちされたきめ細かい指導は評判も良く、ついてさえいければ十分な実力になると。何にせよやるかやらないかですからね、そう、自分がサービスのせいっていうのはあるけどね、もちろん合う合わないはね、でも結局はやるかやらないかですからね、自分がやれば伸びるし、やらなければ伸びないね。真剣ゼミとかでもこう積んどくになっちゃう人いっぱいいましたからね、周りにね。僕はそれで全然やらない友達がいたんで、それもらってましたからね。そう、高校受験の時もらって、それで数学とかやって一次関数とかでしたっけ、それは分かるようになりましたよ、頑張ってやって。それでも高校入試100点中50点でしたけど、数学は、ね、その友達は一切やらなかったから、ただただ積んでおいただけ。勉強以外の習い事、小学校時点では100人中76人が勉強以外に習い事を、へえ。中学校に上がると24人まで減ると。この結果から中学に上がってから勉強に本腰を入れていることが透けて見える。人気だったピアノも6名のみが継続して習っていたと答えている。多くの東大生は小学校のうちにピアノを卒業してしまうかも。まあ水泳が一番多いよね、東大生って。高校受験をしなかった人は100人中54人なので、 54% が中高一貫校に通っていたと言えそうです。中高一貫校に通っていましたかと直接質問していませんが、別の質問で高校受験をしましたかと聞いているため、ここから中高一貫校の通っている人の割合を出しました。なるほど。ただ100人だからね、もっと全体でやらないとわからないと思うんですけど、まあただやっぱ中高一貫校が多いっていうのはまあ間違いないですね、それはね、当然。で、中高一貫校の方が何だってもう高1の段階でね全部終わらせてるなんてところあるわけで、高校の範囲なんて。で、その後で東大に向けていろいろやってるっていうのは、自分が東大特進やってた時にわかりますから。中高一貫校だらけでさ、いろいろ聞けたもん。灘はどうなのとかさ、改正はどうなのとかね、会場はどうなのとかさ、いろんな話聞くことできたんで、それがとても面白かったですけどね、はい、もう高1で全部終わらせて、あとはもう演習してるんですみたいなとこね、あって面白かったということでした。さあ、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でですね、感想お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.